メフメト4世はオスマン帝国の第十九代皇帝。父イブラヒムが殺害された後7歳で即位。母はウクライナ人のトゥルハン。スレーマン2世、アフメト2世の2位。ムスタファ2世、アフメト3世の父。1642年1月、メフメトはスルタンであるイブラヒムとロシア南東部出身のトゥルハンハティジェとの間に生まれた。即位前。 父のイブラヒムはハレムで多くの女性を溺愛し、それに激怒した母のトゥルハンと喧嘩になった。メフメトはその喧嘩に巻き込まれ、イブラヒムに貯水槽に投げ込まれた。メフメトは高級のメシ使いに助けられたが彼は額に傷を負うことになり、その傷は生涯を通して消えなかった。1649年には弟のスレイマン、アフメトと共に割礼をすることになる。 即位後の宮廷では、祖母の巨セムスルタンが権力を引き続き持っており、かつて叔父の村と四世が帰依した、カドザーで派の指導者ウストユバーニーム巨セム、そして宮廷への強い影響力を持っていた。一方、巨セムに対抗する人々はメフメト四世の母の、トゥルハンスルタンの元に集まるようになった。巨セムはメフメト四世よりも、その弟のスレーマンの方が扱いやすいとみて、 メフメとイ世ン星のハイイとスレーマンの即位を目論んだ。しかし、トゥルハンは、先に資格を差し向け、1651年、巨セムを考察した。財政面での改革を進めるべく、1652年に、大宰相に、タルフンジュアフメトパシャを任務した。彼は、財政赤字を削減するために、関税や役所での収入を増やして、宮廷での無駄な支出を減らした。 さらには、腐敗を撲滅するために汚職した者に対して、厳罰を与えた。しかしこれらは、多くの人に恨まれることとなり、イスラム長老らは、タルフンジュ・アフメト・パシャに抗議した。タルフンジュ・アフメト・パシャは、さらに来年度予算を作る機会を設立し、オスマン帝国史上初めてタルフンジュ予算と呼ばれる、来年度予算を作成した。これらの改革は、当時の人には理解されず、 タルフンジュアフメトパシャがメフメト4世を退位させようとしてるという噂まで広がったため、1653年3月にタルフンジュアフメトパシャは処刑されたが彼の改革のおかげで財政は再建され、海軍提督から村とパシャの働きによってベネチア艦隊の海上封鎖を解除し、一時は好転したが、1656年に再び海上封鎖された。 この混乱の中で、王帝、スレイマンの即位を目論んだ陰謀が発覚し、首謀者のイスラム長老は流刑され、後に処刑された。1654年には大宰相府がトップカップ宮殿から独立した。この背景には、文書行政の役割が拡大するにつれ、宮殿内の部屋では狭くなり、大宰相の指定で業務が行われるようになり、 これが大祭祥府の始まりで、大宰祥府は、所在地を点々とした後に、現在のイスタンブール広域市長にあたる場所に今日、構えた。文書行政組織には業務ごとにカレムと呼ばれる、いくつかの部局が配され、広大な帝国の行政と財務を管理、運営した。これらの要因が後に、極リプル,ル時代において、大祭祥が膨大な権力を維持できる理由となった。その後、 トゥルハンは、キョプリル家を東用、キョプリルメフメトパシャ、キョプリルアフメトパシャ、カラムスタファパシャと相次いで大宰相に任じた。キョプリルメフメトパシャはまず、敵対する軍人集団を徹底的に粛清し、権力を掌握した。その後、1657年に、エーゲ海でベネチア海軍を破り封鎖を解除した。 1660年にはトランシルバニアに遠征し、オスマン帝国の意に反する行動をしていたトランシルバニア公国のラーコーチジェルジ二世位を討伐した。このことがこの地域の均衡状態を崩してしまい、1663年にオスマン帝国とハプスブルク家の戦争が再開することになった。また、ワラキアの混乱を助長させたとしてギリシャ、 聖教会総主教を処刑している。一方、キョプリル家によって、地位を脅かされた、反主流の軍人政治家や、地方の軍人たちは、アレッポの州軍政官だったアワザ、ハサンパシャを中心に、アナトリアで反乱を起こした。しかし1660年頃までにはそれを一掃した。キョプリルメフメトパシャの後に大宰相になったキョプリル、アフメトパシャは1663年に、 ハプスブルク家との戦闘を再開し、難攻不落と言われたウィーバール城塞を陥落させて、ウィーバールの前に立つトルコ人のように強いという言い回しをヨーロッパで流行らせた。結局ハンガリー西部でザンクト・ゴットハルトの戦いで大敗したものの、大最小の卓抜な外交によって翌年結ばれたバシュバールの和訳はオスマン側に満足のいくものだった。内容は、 オスマン帝国の区物であるアパフィミハイ一世をトランシルバニア公に承認すること、さらには約成立後20年はオスマン帝国に毎年20万フローリンを支払うことを取り決められた。一方地中海では1666年にようやくクレタ島を征服する作戦を開始した。しかしこの包囲戦は長期にわたったため、1668年にメフメト4世は キョプリル,ル・アフメト・パシャに、これ以上戦争が長引けば、軍事的にも、経済的にも持たなくなる。という手紙を送った。キョプリル,ル・アフメト・パシャはすぐにでもクレタ島を攻略する、決意をし1669年に、クレタ島を征服した。1672年からは、ウクライナをめぐって、ポーランドと戦争を始めた。同じ年、ポドリア地方を征服し、 ブチャホハ条約を締結して、ポドリア支配を認めさせて賠償金も獲得した。しかし、ポーランドの政務がこれを承認しなかったため、1673年に戦争は再開され、ヤン三世に敗れてしまった。1674年にズラワの条約を締結して、ブチャホハ条約で獲得した領土の3分の1をポーランドに割譲した。1676年には、 ロシアとの戦争も勃発した。この戦争の最中に、キ極リル,ル・アフメト・パシャが死去したため、公認にカラムスタファ・パシャを任命し、イブラヒム・パシャを戦争へ派遣した。しかし戦果が上がらなかったため、カラムスタファ・パシャを派遣して1681年に、バフチサライ条約を締結し、ロシアとの国境を確定させた。1670年代以降、 オスマン帝国のヨーロッパにおける領土は最大になった。アルジェリアではイスタンブールのスルタンよりアルジェ政長にトルコ総督パシャが派遣されている統治制度であったが1671年にそれを廃止した。これ以降のアルジェリアではアルジェ駐在のトルコ軍人の中から選ばれたデーの元で統治されフランスによる 植民地主家が始まる1830年までに24人の例が交代した。また、17世紀半ばまで盛んであったトルコ人の海賊活動は地中海へのヨーロッパ勢力の進出によって打撃を受けトルコ海軍の権威は失墜していった。1683年に王領ハンガリーでテケリームレラがハンハプスブルクの反乱を起こした。彼らは オスマン帝国に援助を要請したため、大宰相からムスタファパ社は大軍を率いて7月にウィーンを包囲した。しかし、ウィーンの防御は固く、包囲戦は長期化し9月には、ポーランド軍とドイツ諸公軍がウィーンに到達し、オスマン軍と衝突した。長引く戦争で、オスマン軍の士気は低下していたため、第二次ウィーン包囲は失敗してしまい。 カラムスタファを処刑してからは大トルコ戦争に対して有効な手を打てず、1686年にハンガリー支配の中心地の豚を奪われ、1687年のもはやチの戦いでオスマン帝国軍が敗北すると反乱が起こり対位、弟のスレーマン2世に定位を譲り死ぬまで遊兵された。メフメト4世の死の数年前の1691年に、 弟のスレーマン二世の病気と差し迫った死により、メフメトを福井させる陰謀が発覚したが失敗した。政治はもっぱらキリュル,ル一族に任せ、自身は趣味の狩猟三昧な日々を送っていた。その短歴ぶりは、エディルネの狩り場に、セコとして数千人もの農民を動員したという逸話が伝えられるほどで、アブジュという愛称もここから来たものである。しかし、 メフメト4世は単に有況にふけていたわけではなかった。まず、エディルネオシュタル居城と定めたのは、イスタンブールにおける様々な圧力から自由になることを意味していた。すなわち、イスタンブールの都市民と結びついたイエニチリやトップカップ宮殿の有力者たちの影響力を低下させたことが政権の安定化につながったと思われる。また、メフメト4世は、 カリで立ち寄った町々で非ムスリムにイスラム教園の改修を促した。強制的な改修はイスラムでは原則的に禁じられていることから、ここで行われたのはあくまで自発的な改修の推進であり、改修したムスリムには祝い金が可視された。こうした改修の実績は、メフメトイオンセイの宗教的行として称えられた。ありがとうございます。